では聞いておるギミックスを上げていきたいと思います。今日はねロストアイランドのボスでもあるこのディノプテクスキング、こいつのボスの攻略解説をやっていきたいと思います。でガンマをね今日はねメインのまあ主題としてやっていければと思います。っていうのも生放送のキングダムアークで結構ねガンマは、まあ、結構5回6回7回結構周回してやりましたので、まあ、相当ね慣れてきましたので、まあ、ガンマを中心の解説と今回はなっております。それでは本日の目次はこちら。1つ目ディノプテクスキングの解説、2つ目おすすめの恐竜や装備構成、そして最後にボスの倒し方、アリーナの立ち回りやっていきたいと思います。で今回のねディノプテクスキングからまず解説していきたいと思うんだけど、まあこいつなんですけど、まあコマンドで出したんですけどやべっすマジで強い、普通に強い。ガンマでも、まあ、マスコンまでは言わないけどジェネワンのボス的には、まあでも普通に強いから、あのちゃんとギミックの理解とか立ち回りを考えないといけないし、まあ、普通のねよくありがちなレックス&ユーティラノスダイオドンのレックス前線ゴリ押しパーティーで行くと普通に事故りますので、あまりね脳筋というか、まあ、オーソドックスな立ち回り行っても勝てるかどうかはめちゃくちゃ強かったらねレックスがねブリーディング個体でいいんだけど、普通のそこら辺のね多少のブリーディングのレックスだと普通にワンチャン事故って自分が死ぬ可能性もあるしレックスが壊滅する可能性も全然あるっていう形になるので、そこら辺のギミックをねまずは紹介していきたいと思います。でディノプテクスキングに関してはね、まあ、あの通常攻撃ね、まあ、こんな感じの引っかけがあるんだけど、まあ、この攻撃はまあよしとしよう、まあ、これは別に普通の攻撃だからまあいいんだけど、やばいのが3つプラス1個デバフがあって、それは何かっていうとまず3つのやばい攻撃からいっていきたいと思います。まずねあの出血攻撃があるんですよ。はい、あの皆さんご存知ですね、アークで一番やばいのは何ですか。そう、出血攻撃なんです。はい、でパーセンテージで今回は 20% を削ってきます。 20% のダメージの、 あのパーセンテージダメージなので、普通に HP がめっちゃ高い個体でも普通に近接をずっと挑み続けたら時間が経てば経つほど事故る確率がめちゃくちゃ高くなります。はい、普通の、 あの前線で張ってるやつも簡単に死ねます。なので時間をかけてしまうとねっていうところで結構時間との戦いにもなります。時間が経てば経つほど結構ね旗色が悪くなります。っていうのもこのパーセンテージで確実にガンガン HP を削ってくるからですね。でこの HP を削る噛みつきの攻撃がマジでやばい。ちょっとねなんかね乗ってると噛みつきができないんだけど、まあ、とりあえずね頭突きみたいにあからさまに頭グーンってやるからまあわかると思うんだけど、で結構ね射程が短いです。なので結構あの密接しないとダメージは受けないかなっていう感じですね。というところでまず一番気をつけないといけないのは近接で出してくる噛みつき、これが 20% の HP のパーセンテージダメージなのでマジでやばい。で次に非常者貫通ですね。で非常者貫通何かっていうとこれですね、あの爆弾です爆弾投げてくるんですよ。これやばい、これマジでやばい。俺これで一番初めに行った時普通に死にました。これマジでやばいからこれは気をつけてください。でただねあの一応ねこれ壊せるから、こうやって打てば壊せるからいいんだけど、あ、まあ、もちろん目の前で打ったらダメだよ、普通に食らうから爆風で、はい、だから落ちてきて上からあの大体降ってくるから、もう上の方にあったのをバンって打ち落とすみたいな感じのイメージかな。で大体3個ぐらいね固まってあの一気にね3つぐらいボンって投げてくるから、で連続ダメージを食らうとマジでエグくて、で防具が平気でバン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 壊れますので、あのやべえっすマジであのマジでやばい、語彙力がなくなるぐらいやべえっすこれは。なので結構ですね普通にサバイバーが死ねます事故ってっていうところなので、 HP のパーセンテージダメージの噛みつきで恐竜も事故って死ねるし、でこのうんこ爆弾によってプレイヤーも事故って死ねます。はい、ということであの密接した近接をプレイヤーが挑むとマジで事故が起きやすいって形っていうのが今回ちょっとね攻略がしづらくて、いつも通りのレックスのゴリ押しでちょっとやりづらいよねみたいな難易度が上がっている要因ですね。で最後に、まだありますあのこれなんですけど、ドーンですね、床ドンで、騎乗解除です。はいしかもこの騎乗解除めちゃくちゃうざくてバビョーンって飛んで結構ね恐竜から離されます。どのくらい飛ぶかな、まあまあ飛ぶと思うんだけど、かなりねあの飛びます。ここぐらいまで余裕で飛ぶから、あのディノプテクスキングからっていう感じなので、かなりね飛距離飛ばされるっていうところで、これ食らっちゃうとマジであのボスアリーナであのサバイバー1人になるのでマジでやばいっていう感じなので、特にソロ攻略とかだと結構こう危険な感じになっちゃいますので、そこら辺ね、まああのね気をつけないといけないかなっていう形で、噛みつきの HP パーセンテージダメージと、あとは爆弾の騎乗者貫通で、最後にこの床ドンで騎乗者解除っていう形になるので、マジでやばい、こう騎乗解除騎乗貫通でさらに出血攻撃っていうところでモリモリだから、本当にねガンマから事故る要素がすごく多いんだよね。
というところで、この3つの攻撃がガチで要注意です。結構ねブリーディングしたスピノが普通に死んだり、レックスが死んだりで、俺も騎乗者のこの貫通のうんこ爆弾で1発目で防具をバッコン剥がされて、で2発目で死ぬみたいな感じっていうのを食らったりもしてたので、本当にね怖いっす、マジやばいっていう感じになっております。で最後になんだけど、このうざい攻撃があって、あのフィールドね、後から行くんだけど、ボスフィールド、あのアマルガとシノマクロプスとあとディノピテクスが出るんだよね。今回の新規より3種類がこいつのキングの手下として出るんですよ。でその時にあのアマルガも手下で出るんだよね。でなんかねちょっとねこう腕見てほしいんだけど、これ見て、この黒い方ね、白じゃなくてこの黒い方、これなんか見覚えあるでしょ。そうアマルガのトゲ、こいつ引っこ抜いて腕に刺してますということで、なんとですね、こいつ HP のダメージ量に応じて、なんとですね、アマルガの特殊攻撃、炎氷で防御力低下、アーマーブレイクっていうのをやってきます。これマジでうざい。で、まあ、炎と氷はまあ大丈夫なんだよね。炎と氷はそこまで大したことないんだけど、アーマーブレイクがマジでやばい。で、発動条件が、ちょっとね、公式ウィキに明記されてなかったので、まあ、ざっくり、いろいろウィキとか調べてなんだけど、火は70から75%、だいたい 30%HP 削ったあたりから、多分腕が第一段階で火の攻撃をまとい始めます。ちょっと中2だね。で、次に 50% を切ったら氷になります。これ、トドロキくんが好きなのかなって感じですね。人氷っていう感じで。で、さらに 25% 以下になると、アーマーブレイクっていう紫になります、手が。マジでやばい。モワモワが紫になったらマジでやばい。で、アーマーブレイクが一番やばくて、なんか原始的までにあの防御力下げるんだっけ ?25 だから防御力が原始的な差が均一で。なので、100とかつけてても、まあなんかね、25に一気にガーンと下げられるんで、めっちゃ弱くなるっていう形で、火ダメが多くなります、32。というところなので、さっきの3つの攻撃、出血、騎乗者貫通、騎乗解除に合わせて、この3つのデバフがついてくるので、マジで近接は、本当にね、事故りやすいっていうのが、まあ、危険が危ないっていう感じのディノピテクスキングの技構成になっております。っていう感じでね、あのディノピテクスキングなんですけど、あのやばいさえっていうのを対策しないといけないよねということで、この対策をした前提で恐竜の先行っていうのをしていきたいと思います。という形で次の項目である恐竜と装備やっていきたいと思います。で恐竜に関しては一応ね置いてるんですけど、レックスは今回僕は推奨しません。あのバグレックスっていうね、あのレベルが700とかのレックスを揃えるんだったらあのゴリ押し全然できるんだけど、それで遊びで周回したりしたんだけど、生放送とかでもね、まあそういった遊びは別にして、通常恐竜の上限レベルを考えると、まあ、ぶっちゃけレックスは俺は全然おすすめしないですね。でなぜかっていうと、あの一応戦法がね後から説明するんだけど2つあるんだよね。まあ、あのフィールド中央で戦うか洞窟っていう場所があるから引き込むかっていうところなんだけど、どちらにせよ邪魔なんだよね、このなんかあの足回りの悪さで。スピノサウルスとレックスっていう形で、まあ、キングダムアーツではね、まあ、あの15、6人いるからみんながね各々ね恐竜をね揃えていったんだけど、用意してね、でスピノとレックスを持ってきた人もいたんだけど、やっぱりねあの動きづらくてマジでね、あのこの足回りの悪さっていうのが微妙かつで、今回は完全に攻撃役と盾役分業制っていう戦術が求められるので、その間を取った攻撃と HP 両方ね、あのメレと HP 両方上げてレックスを用意してっていう形のなんかね、その形だと微妙なんだよね。だったら HP 極振りの盾恐竜がいた方がいいよねっていう形になるの で足回りも悪いので、後ろをあのディノピテクスに突かれたりすると後ろから一生ガンガン攻撃されて、マジでねあの後ろが引き上がらせなくて、もう地味にダメージ食らい続けているって感じになるので、すごいねあのね事故りやすいんですよっていう形で、小回りが効く恐竜っていうのがかなり好まれます。でもしくはもう小回り効かないんだったら HP 極振りした形っていうところなので、レックスはね俺今回あんまり微妙かなって感じですね。はい、まあ、一応ゴリ押していくんだったらいいんですけど、めっちゃ強い振り答えでっていうのをね覗けばって感じですね。という形なので、現実路線で、まあ、よくおすすめされているっていうところの2種類を紹介していきたいと思います。まず盾役、まあ、ステゴですね。でステゴは何がいいかっていうと2つあって、騎乗者貫通のダメージが確かね低くなるんだよね。でプラス騎乗解除を防げるっていう形なので、もしマルチプレイで行くんだったらステゴに1人乗っとくだけでマジで変わるから、マジで違うっていう形なので、非常にねここがですね大きいです。でさらに性別のヒエラルキーが中位以上、まあ、要するにディモルフォドンとレックスだったらレックスにヘイトが
が向くっていう感じですね。まああの貝の、まあ、陰キャとか便所飯を食うようなディモルフォドンとかドードーとかよりももうちょっと陽キャでみんなとカラオケ行くような感じ、あの放課後にね、そういったあの中以上のやつらにヘイトが向くっていう形なので、まあ、ステゴサウルスはねある程度ヒエラルキーが中位ぐらいなので、まああの一般ピーポーって感じっていうところではありますので、まあある程度ヘイトを引きやすい生物っていう形になっております。でさっきも言ったんだけど、もう完全に攻守分業制なので、もう守備役盾役として HP を極振りに持っていくっていうのが、まあ、ステゴサウルスの役割なので、いちいちメルとかそこら辺にあの気を配らなくてもいいので、もうガンガン HP 変異の HP だけ振った個体を用意することによって、まあ、大丈夫かなっていう感じですねっていう形なので、まあ、とりあえずね今回のパターンとしてはステゴサウルスを盾役に持ってくるっていうのは結構王道な、まあ、最初の一手だと思います。じゃあ逆に、まあ、攻撃役どうなんのっていうところになるんですけど、攻撃役もね今回ですね揃ってまして、なんとこのマナガルムが、このマップではねテイム可能なんですよということでマナガルムになっております。でマナガルム何がいいかっていうと2つあって、まあ、それはね、まあ、もちろん機動力ブレスっていうのも、まあ、もちろんねそういったマナガルムの性能面っていうのもあるんだけど、性能面プラスヒエラルキーがこのステゴサウルスより下なんだよね。こいつってさよくさいろんなやつに喧嘩売られてるじゃん雪山でっていう感じで、こいつ便所飯なんだよね基本的に。マナガルムって非常にね学校でのヒエラルキーが低いんですね、アーク学校での。なので、まあ、この便所飯マナガルムがかなりヘイトを引かないステゴサウルスが前線に張っていてくれれば、基本的にみんなあのヒエラルキーが上な陽キャたちを攻撃するので、まあ、多分向こうが陰キャすぎて多分陽キャ嫌いなんだと思うんだけど、そんな感じでヒエラルキーが上のステゴを攻撃するっていう形なので、マナガルムが結構フリーでブレスをずっと打ち続けるっていうことが可能なんだよね。でさらになんだけど、やっぱりねこの機動力とブレスはマジで強いんですよ。でさらにさっき言ったんだけど、あの近づくのが近接で頑張って攻撃するのが危ない、事故りやすいっていうところをこいつはやっぱりね解消してくれる。ロングレンジでだってブレス打っときゃいいので、まあロングレンジっていうロングレンジ、まあ、ミドルレンジぐらいなんだけど、ちょっと離れるところで、まあ、近接の噛みつきとかが当たらないところでこうやってブレスを吐き続ける。でスタミナがなくなったら降りて人間でポンショで打つってなってる。であのちゃんと降りた方がスタミナの回復が早いので、まあ、一石二鳥という形で降りてその間にポンショをサバイバーは打って回復したら乗ってまたブレスを打つという形になっております。これがパターンだねほぼほぼ。なのでマナガルムが結構ね鉄板でいろんなね、まあ、人は使ってるんじゃないかなって思いますねっていう形でね、まあ、ソロだと特になんだけど、あの基本的にはステゴを前線放置して自分はマナに乗って後ろからバーッと攻撃してスタミナ切れたらショットガン打ってみたいな感じ、スタミナ回復したら乗ってっていう形になるかな。であの今回はプラスアルファであの公式的に書いてあったんだけど、ディノニクスが結構なんかドラゴンに対して出血で強いよねっていうのがあるような形で、なんかディノニクスもいけるでみたいな雰囲気が、まあ、ちょっと英語をゴリッと翻訳しただけなのでマジかわかんないけど書いてあったので、ちょっとね今回は試しでディノニクスも連れて行ってみたいと思います。ということで今回はとりあえずこの3匹で遊びに行ってみたいと思います。であの人間のねあの装備としてはポイントはポンプアップショットガンがやっぱり必要かなっていう感じ。ショットガンはやっぱりねロングレンジでさっきのうんことかね、あの機乗車貫通のやつを撃ち落とすのにも必要だし、であとはやっぱりねあの結構崖の上とか登っちゃうんだよね中央で戦うと、その時にダメージ与えたり飛んでるディナプティクスを落としたりっていうのもあるから、死の間にね肩をねあの捕まれて飛んでるやつもいるからっていう感じなので、まあ、そこら辺の対処法としてポンショは多分ねあの必須で、で防具もできれば2セット3セットあった方がいいっていうのも、あのさっきの機乗車貫通がめっちゃ強いから一撃で結構至高なあの装備もぶっ壊してくるから、そこら辺看板見て事故らないように装備は2セット以上は必ず持ってた方がいい。であとはまあもちろんメディカルブリューとかであのカスタムレシピっていうのは、ね、必須になってくるかなっていったところですね。それでは早速最後の項目になります、ボスの倒し方やっていきたいと思います。で今回はね、まあ、ちょっとね軽くねあのやる感じなので、まあ、がっつりやるっていうかね、まあ、あのステゴサウルスも、ね、1匹しかいないので、まあ、できるだけねあのちょっとねいっぱい用意すると見づらくなって何が何でかごっちゃごちゃしてわけわかんなくなるから、できるだけ見やすい感じでちょっとねできたらいいなと思っております。 OK、 それではボスエリアにやってまいりましたので戦いに行きたいと思います。ちょっとステゴサウルスがねあのちょっと遅いんで、ステゴサウルスであの優雅な旅をしていきたいと思います。で結構ねあのここのエリアに関してはあのボスがね寝てるところがあるんだけど、その付近の川で普通に水飲めたり、あとは草むらでベリー採取できたりもできるので、なぜかね結構ねあのすごい優遇されたエリアです。はい、普通に水飲んでました俺。はい、
で、あの左上見てもほしいんだけど、一応10度なので気温もね高くもなくて低くもないっていう形ではありますので、まあ、そこまで苦労することはねないんじゃないかなとは思いますね。でここの右側の洞窟を抜けたところがボスの中央のエリアとなっております。でこの洞窟なんですけど、あの戦闘が始まるとこの、 あの入り口の方の半分は封鎖されます。なのであの一定エリア以降はちょっとね入れなくなるので気をつけてください。結構ね手前の方までしか使えないのでそこら辺はご注意くださいって感じですね。なんかね強制的にねなんかここら辺かな、多分火があるここら辺ぐらいまでだと思うんだけどテレポートされますので、まあ、そこら辺はご注意くださいっていう感じですね。それではですね一旦ですね中央で戦う戦法っていうのをやっていきたいと思います。まずはですねこのステゴサウルスでとりあえず近づいてっていう感じですね。でソロでやる場合はマナガルムに乗って指笛で、まあ、あのステゴを前進させるっていう形になりますね。前進するとあの近づくと一定距離で気づきますし、まあ、あとはねここら辺から普通にショットガン撃っても全然大丈夫です。そしたらあの多分今寝てると思うのであれが起きてあの床ドンしに来ます、ぶち切れて。なのでとりあえずまあ分かりやすいようにこの辺の中央にしておきます。で結構ねこうやってあの高所というか崖上があると思うんだけどここら辺からまあ、そこら辺とかそこら辺に乗ってうんこ爆弾をね投げてくるので高所になった場合は結構ねご注意くださいっていうような感じですね。まあ、とりあえずまあここからショットガンを撃っていきたいと思います。でここで回線で戦闘開始になります。で飛んでくるよね、これであの、ね、非常者貫通じゃなくて非常解除かになります。非常解除になるのでご注意くださいって感じで、ここで戦闘開始、あ今のが噛みつきだね、今ので HP を確定で削られますっていう感じですね。でここで戦闘が開始になっていきますっていうところですね。でまあこんな感じであのボコボコに殴らせておいて、で後ろに用意しておいたマナガルムとかで、攻撃をしていくっていうような形になるな。で基本戦術はこうやって前線でステゴがボコボコにされてるから後ろからこうやってブレスをかましていくっていうような形になりますね。であの一部来たディノピテクスとかはこっちで処理しましょうねっていう感じですね。ここで倒していきましょうっていう形になっております。でこう見てもらったら分かるんだけどこのノックバックであのステゴどっか行っちゃったんだよねな感じになるから結構ねこうやってばらけたり広いねあのエリアを縦横無尽に走り回らないといけなくなるので、で一定ダメージか一定時間経つとディノピテクスキングがですね上にね上がるんすよ。で上に上がってこうやってね上に今いるんだけどあんな感じで爆弾を投げてくるのね。で床ドンをしてきて起動解除するって形になるんですよ降りてきた際に。なのでかなりねあのソロだとこの、 あの広いエリアで戦うのは結構しんどいよねっていう形になります。あこんな感じだね、こうやって起動解除になりますっていう形ですね。なのでなかなかねこのね戦いっていうのが辛いんですよ。やっぱねあのステゴがどっか行っちゃったんであれなんですけど、ステゴさん、ステゴさんちょっと来てくださいステゴさんがねちょっとねあのボコボコされてるんであれなんですけど、まあ、ステゴさんがこうやって一生懸命ヘイトを引いてくれててっていう形がやっぱり大事かなって思いますね。で、まあ、今回はね1匹だけでやってるからあれなんだけど基本的には無抵抗にして前線で放置して、でこうやって攻撃されてる間に、まあ、こうやって攻撃をこっちが攻撃役がし続けるっていう形ですね。でちょっと一回とりあえずディノプテクスで出血するかだけ見ていきたいと思います。これワンチャンさディノプテクスで出血すればかなり攻略がイージーになるので非常に良きなんじゃないかなと思っております。ほい出血した、どこ行った、ほいほい、あ出血してる出血してる出血してる、あ出血してる、あ出血してる、900900出てて、ああこれディノニクスだな、これディノニクスだこれ、あーこれ最適解ディノニクスだ。でまあねこんな感じであのこの中央のフィールドで戦うと、まあ、ステゴがずっとヘイト引いてくれてるんだけど、まあ、さっきのなんかいろんな移動しまくってこうやって流動的に戦う感じになるんだよね。でまあ今出血してると思うけどあのステゴサウルスがっていう感じでかなりね近接キャラはきついんですよ。まあレベルが48万とかあるからあの今耐えてるんだけど、まあ、通常ねこんな耐えれないからなかなかねきついかなっていう感じですね。でさらにあの一定時間経つと上のねこの高台に登っていくので、でこっからねあのうんことかを投げられて起動解除とかなるっていう形なので非常にねやりづらい形になっておりますので、やっぱりねボスアリーナでもねかなりね厳しいかなっていう感じなんだよね。中央で戦うのはマルチプレイだといいかなって感じ、俺はマルチプレイでやってたから全然中央できたけど、ソロでやる際に中央は今やってみた感じ、俺初めてソロでやったけどおすすめしないわ
こんな感じで上にね定期的に飛んでいって上から爆弾投げたりしてくるからかなりね強いんですよ。で降りる際には機動車解除の床動もしてくるっていう感じなのでなかなかやばいんでっていうところということで、次はですね洞窟作戦でソロの人にもおすすめできるような形の倒し方っていうのをねやっていきたいと思います。でまあとりあえずね最初から入り方からやった方がいいと思うので一回倒してちょっと入り直します。では次はステゴサウルスをなんか6匹ぐらい適当に持っていってであらかじめですね洞窟に配置した形で戦っていきたいと思います。それではボスエリアいきましょう。で次も同じくマナガルムポンショ&、まあ、ディノニクスも持っていってみたいと思います。てか多分俺ディノニクスが最適解だと思うわ。ブリコ体の強いディノニクスがメイトつけていけばベストかな多分。まあ、ちょっとディノニクスは強いサドルがゲットできないから厳しい面もあるかもしんないけどかなり強いねディノニクス。機動性も高いし小回りも効いてて、で生物ヒエラルキーも低いからステムにガンガンヘイトがいくので非常にねいい形かなと思ってますね。はい、それじゃあいきますよ。ステム遅いなしかも1体引っかかってるけどまあ1回とりあえず行こう。それでは入っていきたいと思います。でポジションはまずどこかっていうところからなんですが、まずね洞窟入ったらずっとまっすぐ行ってください。そしたら洞窟に抜けるとこまで行ってます。でこの抜けたところがあるじゃないですか。でここのですね一番近いこのなんていうかなこの火が立ってるなんか分かんないけどこのなんかかがり火かなんかよう分からんけどこれここの辺りがちょうど閉まるとこ、ここがちょうどね封鎖されるんですよ。なのでまあできればここら辺に持っていきたいって感じ。このなんかこのかがり火というか なんていうのこれ分かんない焚き火みたいなとこ、焚き火みたいなところに持っていきたいっていう感じですね。今大体まあめっちゃ雑なんだけどこんな感じで出口の1個手前のこの焚き火みたいなところにステゴを固めといて、でディノピテクスキングを起こしに行きます。でもサクッとねディノピテクスキングのヘイトをですねステゴに移したいのでヘイトを取ったらですねサクッとも行きます。もうがっつりもうあ何匹かちょっと漏れてたみたいです。はいでここだねって感じ。ここ何匹かちょっと漏れてて向こうに行っちゃいましたけど、まあここですね、基本はここに持ってくるっていうような感じですね。でここまで来たら自動的に全てのヘイトがステゴに移ります。なので全くね俺たちは安全になるんですよ。であとはこうやって誘導していくだけですね。あ OK です、 OK ですって、 OK ですって、はい OK です、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 はいはいどうぞつって、であとはもう俺たちにもうヘイト来なくなって、で頭こっちにするので、あディノピテクス、ディノピテクスやられちゃった。ちょっとしたねまあ事故がございましたがはもうとりあえずこれでねもう余裕っすって感じですね。でこれでもうあとは俺たちにヘイトは来ないので、まあ、ここでうろうろしても余裕って感じですね。ちょっとねこれやると俺別に強いブリコ体とか用意してないから1億年ぐらいかかるのでキルしておきます。っていう感じの、まあ、2パターンですね。まあここでスタックさせて戦わせるか、もしくは、まあ、中央で戦ってもいいんだけど中央に関してはですねまあかなりねやりづらいっていう感じなので1人だとね、多分マルチだとそうでもないんだけどソロだと結構えぐいからあっち移動してこっち移動してってなんないといけないので、いろんなねこの高所をね使って上からうんこ投げてくるのでそこら辺がねマジでねだるいんだよね。で近づいたら近づいたでやばい攻撃、出血攻撃とかバンバンしてくるので非常にやりづらいね相手になってますので、そこら辺踏まえてですねまあソロでやるんだったら洞窟スタック作戦がいいかなみたいな、でマルチでやるんだったら全然ね中央で広いところで戦ってもいいかなって感じで、その時はマルチでやる場合は前線のステゴと後ろの火力薬っていうので分かれた方がいいかなっていう感じです。であとは砂漠の迷宮でしっかりね思考のポンショ取っときましょうっていう感じですね。まあ、思考のポンショとあとは強いブリコ体のマナガルムが必要かな。であとはね、まあ、ステゴの HP に関しては、まあ、2万ぐらいあれば強いサドル込みでね結構ガンマ戦えるんじゃないかなっていう感じですね。あとはまあサドルと火力次第になるのでぶっちゃけね、時間がかかればかかるほどパーセントダメージでガンガン HP 減っていくので出血でね、なのでなかなか言いづらいんですが、まあとりあえず万全を期して HP3 万の思考サドルか明光サドルとかあれば、まあ、80ぐらいのねサドルとか100オーバーが好ましいけど、まあ、そういったサドルがあればいいんじゃないかなみたいな、まあ、結局ね25% 以下になると紫のアマルガの付属攻撃みたいなデバフで原始的なサドルに下げられちゃうんだけど、まあ、とりあえずね
そんな感じのステータスとかを持っとくと、まあいけるんじゃないか。ということで本日はディノプテックスキングの攻略をやってまいりました。まあ結構ね強いから、まあ、対策しっかりしないとかなりねえぐいね生物になってると思いますので、そもそものね恐竜の技がね結構ねすっごいね殺しに来てるので俺たちを、なのでね、まあ、ぜひねいろいろ対策して戦ってみていただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。